続、俗三国史演技。一章、三国時代終わる。第三回、五章は貧礼に新兵を破る。諸葛神は衆書と共に貧礼の関西に入ると、諸将に命じて軍営を設置し、 境外の地形に木策を巡らして暴類を築き各隊を守備につかせた数日後秦の羅将、竜皇三官たちが十万の軍勢を率いて宗教を超える五の残党など恐れるに足りぬと意にも介さず意気揚々と軍を進め広州までの道行きに 何の触りもあるまいと高をくくっていた。そこに、石膏が慌ただしく駆け戻って知らせる。貧霊の関西は、五兵が雲のように軍旗を並べ、兼用の地を塞いで前途を阻んでおります。首相の姓は衆、名は書と言い,い、万夫不当の家を知られているとのことです。戦わずに通ることは難しく。 まずは陣を構えて相対すべきと見受けました羅昌は進軍を止めて平地に軍営を置いた翌日には自ら一団の将軍佐良と貧礼の麓に至ってその様子を視察する「瞬間な峰と崖が頂上と連なって 千もの岩尾が喫立し、万人の岩壁は鳥でさえたやすく抜けられそうにない。その暗部に一条の道がついており、一人の勇士が道を塞げば、一万の軍でさえ無事に抜けられぬ難所の手を成している。 羅昌は少佐と共にその様子を眺め天を仰いで外嘆した。天剣の三路に加え感動にも漏れなく五兵がたむろしている。百万の兵があっても地形はいかんともできぬ。品霊を超えるためどうやって敵を兵士に誘い出したものやら。 突如、鼓の音が天を震わせて、山上の関門が大開するや、軍旗を翻して一人の大将が姿を現した。雪のように白く磨き上げられた大刀をかざして春目にまたがり、その意は獲物を追う虎のごとく、勢いは襲いかかるヒグマのごとく、山道を一山に駆け下ってくる。 その後ろに続く白鵬、環境が率いる軍勢の時の声が山岳を揺らした。羅生が軍列を整える暇もなく、早くも先駆する州所が新兵の列に突っ込むと、大刀を車輪に回し、当たるを幸い切り立てる。 新兵は見る間に倒れて屍を重ねた。新軍から昇法将軍の悠さんが竜を振るって突出し、大刀を手に馬を撃って切りかかる。二人は陣頭に栄法を競い、戦場を駆け回って戦うこと三十四号。互いを狙って大刀を振り下ろせば、 さんが馬から切り落とされた。新兵はその様を見ると恐れてさらに軍列を乱す。ついで、新将の九金が大音将に名乗りを上げ、迫る終将を迎え撃つ。五爪の白鵬、環境の二将は勢いに乗じて新の軍列に切り込み、 羅章の本陣目指して突き進む。羅章は劣勢に驚いて刃を交えるに及ばず、陣を捨てて真っ先に逃げ走った。首相を失った新兵は動揺して腹が据わらず、五兵は勇み立って攻め立てる。散々に切り崩された新兵は鎧兜を捨てて逃げ出し、 屍を収める暇もなく、二十里、約十一点二キロ、ほども後退した。ようやく軍を立て直して小卒を集め、転呼してみれば、油山をはじめ、万余の兵を失っていた。里は、距離を示す単位。一里は千八百尺、約五百六十メートルに相当。 尺は民の基準で換算して兵器する。羅将が生きり立って叫んだ。死祭を上奏して援軍を来い、兵を増して貧霊の御兵どもをほぐってやる。それを先方を務める修士が押しとどめる。正常は明皇を大将に任じて兵定を委ねられました。 わずか一戦で増援を超えば、委任に背くのみならず、りに朝廷を動揺させて、居並ぶ大臣に強打を現れましょう。明日再び一戦し、勝ちを得れば、勝ち勢いに乗じて、貧霊の関西を破れましょう。万一破れるようであれば、その時に増援を願っても遅くはありますまい。 正常は、進家が皇帝を指して言う場合に使う。名皇は、部下が志士や元帥などの上官に呼びかける二人称。真の諸将は軍議を開き、出戦の可否を図った。諸将の列より参官が進み出て検索する。明日の戦では、 埋伏を用いて敵を誘い、五兵を打ち破りましょう。王仙将軍は兵一万を率いて、五陣の左に伏せ。秘書将軍は兵一万を率いて、その右に伏せ。九金将軍は兵一万を率いて、大道の左に伏せ。東洋将軍は兵一万を率いて、大道の右に伏せ,のに伏せるのです。 終始先方は兵一万を引いて敵前に出て戦い、流行将軍と元帥は兵二万を引いて御詰めとなっていただきます。関西に挑んで州所が出戦すれば、先方は力の限りに応戦し、戦竹縄の心に偽って逃げ出すのです。 愚かな衆所は伏兵を疑いもせず追撃しましょう。大道に誘い出せば、合図の金庫を鳴らして伏兵を発し、前を旧金将軍と東洋将軍が阻み、後ろ王仙将軍と秘書将軍が立てば、衆所を取りことすること、袋の中の玉を取り出すのと同じようなものです。 居並ぶ諸将は膝を打って賛同し、それぞれの役目を確認して翌日の五行、午前四時に時を定める。策を漏らさぬよう訳して軍営に戻ると、夜明けにはそれぞれの副所に向かった。五行は夜を五つに分けたうちの最後にあたり、一行は午後八時、二行は午後十時、 三項は午前十二時、四項は午前二時、五項は午前四時に相当する。以後、これらはすべて地獄を併記する。翌日、修士と羅将が率いる軍勢は頻礼に向かい、兵に命じて大いに修士をののしらせた。さらに、 山も震えよとばかり金庫を鳴らして護兵を挑発する。州所は怒り浸透に達し、関西から撃って出て新兵を蹴散らそうとするも、諸葛心が厳しくいさめた。敵兵が叫んで兵を罵るのは戦を誘っているのです。計略に陥れるため、 なんとか我らを怒らせようというのでしょう。三条の関西にある我らは意に介するに及ばず、ただ兼用の地を守って敵の進軍を阻めばよいのです。見境なく兵を出してはなりません。少なくとも正午までは好きにさせておき、新兵の疲れが見えるのを待ちましょう。その時、逆落としに襲えば、 蹴散らせますそうすれば新兵は恐れてこの貧礼を仰ぎ見られなくなるでしょう。衆書は諸葛心に抑えられて出戦できずそうとは知らぬ衆氏は五兵に戦意なしと見て罵リを放つと軍勢を返した。五兵はただ戦意を抑えて日が高くなるのを待ちかねている。 一方の修士は兵に命じて甲冑を解き、甲羅に籠もる亀など恐れるに足りずと、彩下でさらに罵らせた。修士は我慢がならず、諸葛心に詰め寄って言う。新兵の無礼に罵詈雑言どうしてこれを耐えられようか山を駆け下って、新将の二三人も切り殺さねば、 我が怒りの話ようがない諸葛神は心中で新兵の思惑に乗るのを嫌ったが、衆所の撃破を懸念して譲ることにした。撃って出られるのがよろしいでしょう。将軍が新将を切れば、新兵は戦意を失います。その時は、小勢に乗じて追撃してください。 それは実に我が軍を恐れてのことです。しかし、将軍が関西を出るや敵が整然と引き、刃が新将に及ばないようであれば、それは軽略です。追撃せず兵を返してください。次の方策を考えますので、夢夢め深追いなさらぬよう。出撃を許したものの、 敵の計略を見破る方策を伝えて無謀を戒めた。収書が受け合って出て行くと、さらに、環境と白鵬を呼んで命じる。お二方はそれぞれ一万の兵を引き、山を下って、衆先方のご爪についてください。衆先方が勝ちを得て追撃するようなら、その後ろから、 整然と軍を進めて新軍を威圧し、副兵があれば、強撃して攻め破るよう願います。衆書はすでに戦自宅を終えて門を開き、五千の精鋭の先頭に立って参道を駆け下っている。その姿は、天神が雲から飛び下ってくるかのごとく、猛然たる勢いを見た衆史は、 兵に限界を命じて迎え撃つ。衆所の馬頭が新兵に接する直前、衆士は大音条に叫んだ。そこなる将は衆士音ではないか我は衆士源士源はあざな、である今や敵となったが、将軍とは元より同族 戦の前に一言物申す。聞くつもりはあるかまず申してみよう。言が理にかなうならば、面と向かって話してやろう。理にかなわねば、諸葛衆と孔明のごとく、血を分けた兄弟であっても国事が先んじる。同族など問題にもならぬ。格別な話というわけではない。今や、 五の天禄はすでに尽きて、天命は全く真に帰し。それゆえ、一戦にして五の国とは覆った。将軍は諸者の春英とともに、報国の忠節を抱くも、五州孫公が楽様にいては最高もなるまい。五官の馬縁、東友が敵手であった公部帝に従い。 雲台の宮殿に描かれた二十八人の名称に名を連ねた古児にならい共に大臣に帰して工業を立てるのもまた美談ではないか修士が言う二十八人の名称は雲台二十八章を指す。五官の名帝は父の工部帝に仕えた諸将のうち特に功績が高い 二十八名の画像を雲台に描かせた。これを雲台二十八章と呼ぶ。なお、馬園と東遊は西北辺境の領州にあって自立していたが、後に公部帝に基準した。首相はそのせい残虐ではあったが、国を破るほどの悪行は犯していない。それにもかかわらず、 真は音徳によらず、兵威により征服した。我らは東南の僻地に五の祭祀を保ち、真稼働しての説を尽くすのみである。しかし、お前たちは貪欲悪くことなく、この甲州まで支配せんと欲している。それゆえ、馬を揃えて一戦に私友を決そうとしているだけのこと。 他言は無用。ただ馬を進めて首を打たれに参るがいい。終始の年頃な勧めを終所は春居した。終始が刀を振るって切りかかり、二人は一位先進。馬上に武勇を競って刃を交わす勢いに、天は暗く、地も歪み。 悪戦苦闘の四十四号を重ねる。修士は偽り逃れる頃合いとみて終士の刃を止めようと試みるも、終士の合力に打ち込められて支えきれない。ついに一刀が大刀をへし折って剣骨に突き立った。修士は刀を捨てて逃げ走り、 五兵は時の声を上げて、牛尾のように攻め込む。終始のご爪を務める羅将と劉皇は、連日の合戦に、新将を切って、なお矛を収めない終者の勇猛を思い知り、組みしやすい敵にあらずと悟って逃げ出した。首相を失って見られたところに五兵が襲いかかり、 指揮する者も,もない兵は三を乱して逃げ走る。後を追う衆所が新軍の副所に追い至った。兵を伏せる旧金、東洋は合図もなく現れた衆所に不意をつかれた上、逃げる羅昌と流行の軍勢に引きずられ、副兵を発することもなく風を望んで逃げ出した。 衆書のご詰めとなって伏兵を警戒していた環境と白鵬も続いて到着し、新兵が三を乱して何の策もないと見切るや、周囲への警戒を解いて追撃に専念する。奔走する新兵は互いに踏み合って死者は数え切れず、五軍はそれを三十より、 三十里は約十六点八キロ猛って秦軍の主張や領末を奪い取ると兵を返して賓礼の関西に引き上げた羅昌が平和を点検したところこの一戦でまた一万余の兵士を失っていたそれに加えて 主張を奪われては戦の続けようがない。諸将は相談すると兵を威武して守りを固める一方、洛陽に使者を使わして増援を願い、朝廷からの指示を待つと定めたことであった。